旧型のシリコンエアロコンフォーと思っている方、スルーアクセルのディスクロードを買うと旧型のシリコンエアロコンフォートには搭載できませんでした。最新のエアロコンフォートであれば使えますが、価格も高くもったいないですよね。そこでいくつかのパーツを購入して旧型のシリコンエアロコンフォートでスルーアクセルのディスクロードバイクを積む方法を考えました。2つの方法を紹介してますんで、ご自分で選んでください。使用する物品もちょっと変わってきますので、そこもご注意お願いします。1つ目の使用物品は、ミノウラの固定トレーナー用ディスクブレーキスヤスルーアクセルアダプター 12mm。 こちらにはピッチが 1.75mm、 1.5mm、 1.0mm と3種類存在します。これメーカーごと、あるいは車種ごとにピッチが違ってますので、各自確認が必要です。トレックの場合は 1.75mm。 2つ目はフロントのフォークアダプター、内径 12mm、 長さ 100mm のものが必要です。僕が使っているのはヤキマのものですが、これ現在価格がすごく高いので、おそらく使えるであろうこのバイクハンドのものがいいかと思っています。誰か使ってみてください。まずエアロコンフォートにフロントフォークアダプターを固定します。バイクの前輪を外してフロントフォークをフロントフォークアダプターに固定します。もともとバイクに付属していたスルーアクセルを使います。この方法だとバイクの固定する高さが高くなってしまうのが問題で、別の方法を考えました。フロントフォークの外側のところってこのネジ径が小さく見えてたんで、この後輪用アダプター使えないんじゃないかと思い込んでたんですが、はめてみたらすんなりはまりました。なので後輪用アダプターを前輪にも適用してみます。初期型のシリコンに付属していた、クイックレバーの先端のネジの精度が非常に悪くて、うまくはまり込まなかったので、これボントレガーの、クイックレバーを使って固定しています。こちらではすんなりはまりました。この方法だと、固定されるハンドルの高さも高くならないので、もう非常に理想的なのかなと思います。結局必要な物品はこの後輪用アダプターが2組あればなんとかなる。後輪を外します。エアロコンフォートに付属のクイックリリースレバーは外しておきます。リアスルーアクセルアダプター右側にはめていきます。ねじ込みます。左側は内側からパカッとはめ込むだけです。位置を合わせてクイックリリースレバーのシャフトを通します。通常のクイックリリースレバーと同様にねじ込んでから最後にレバーを倒します。固定は左側にわずかにガタがあるので、気になる方はワッシャーをかませるといいかもしれません。手元に後輪用アダプターが1組しかなかったので、前輪側はかさ上げした状態で収納しています。 52cm のバイクでしたらこの状態でも収納可能です。大型のバイクだとちょっと厳しいかもしれないですね。この方法で旧型のシリコンでもディスクロードを収納できると思います。自己責任でお願いします。ご視聴ありがとうございます。